チャールズ・ジョセフ・ジョン・ジョーハートは、イングランド・シュルーズベリー出身のサッカー選手。元イングランド代表。セルティック FC 所属。ポジションはゴールキーパー。2003年から、地元のシュルーズベリータウン FC でキャリアをスタートした。シュルーズベリーでの活躍の後、2006年夏に、約150万ポンドで、ティビッド・ジェームスの後釜として、 マンチェスターシティ FC に移籍した。レンタル移籍でのプレイヤー、イングランド U-19 と U-21 代表での活躍から2007から08シーズン前にスベン・ゴラン・エリクソン監督に印象を与え、アンドレアス・イサクソンとカスパー・シュマイケルを差し置いてレギュラーに抜擢された。続く2008から09シーズンからは背番号を1番に変更したが、 不安定なパフォーマンスが続き、2009年冬の移籍市場において入荷するユナイテッド FC から加入したアイルランド代表の正義分にレギュラーを奪われた。シーズン終了後の2009年6月24日にプレミアリーグ昇格を果たしたバーミンガムシティ FC へレンタル移籍。広角候補筆頭とも言われたバーミンガムで12試合無敗を 達成するなどシーズンを通して安定したプレーを見せ、クラブの急躍進に貢献。pf フ年間ベストイレブンにも選出された。バーミンガムでの活躍が評価され、シティに復帰すると、2010から11、シーズン開幕戦のトッテナムホットスパー FC 戦では、気分に代わってスタメンに選ばれた。この試合で、構成部を披露し、無失点で試合を終えたことをきっかけに、 政治意見の座をつかむと、リーグ戦、全38試合に出場し、リーグ最多の18のグリーンシートを記録した。気分が、アストンビラ FC へ移籍した2011から12シーズンも、全38試合出場で、リーグ最少の29失点と、安定した守備を見せ、44年ぶりのリーグ優勝に、貢献した。 2013から14シーズンの中盤には調子を落とし、一時はコステルパンティリーモンに政治意見の座を奪われたが、カップ戦の出場から調子と信頼を取り戻し、レギュラー復帰後は安定した守備を見せチームの王座奪還に貢献した。2014年12月19日、マンチェスターシティとの契約を2019年まで延長した。しかし、 2016年に監督に就任したジョゼップ・ガルディオラは GK の足元の技術を重視し監督の古巣の FC バルセロナから GK クラウディオ・ブラーボが加入すると2016から17シーズンの開幕3試合をベンチで過ごした2016年8月31日出場機会確保のためイタリアセリエへの鳥の FC へ1年契約でレンタル移籍 1929年にセリエがイタリア全土で開催されるようになって以来、イングランド人 GK がセリエでプレーするのは初めての例となった。2016年9月11日のアタランタ BC 戦でイタリアデビューを果たしたものの、自身のミスもあり1から2で試合に敗れた。その後もたびたびミスを見せ安定感のなさを指摘されたが、 シーズン終了までゴールマウスを守り抜き36試合に出場。シーズン終了後にレンタル契約満了で退団した。2017年7月18日、ウエストハムユナイテッド FC へレンタル移籍することが発表された。8月17日に行われた開幕戦のマンチェスターユナイテッド FC 戦で初出場を果たしレギュラーを確保。 しかし、12月3日に行われた、マンチェスターシティ FC 戦にて、契約条項によって対戦が不可能なハートの代わりに、出場した第 2GK のアドリアンが、後セ部を連発し、以降はアドリアンに、正 GK の座を譲ることとなった。マンチェスターシティへのレンタルバック後も、グワルディオラ監督の考えは変わらなかったため、ハートは、 完全移籍でクラブを退団することを望んだ。2018年8月7日、バーンリー FC へ完全移籍することが発表され、レンタル期間を含めて12年間在籍した、マンチェスターシティを退団した。契約は2年間。ニック・ポープの負傷に伴い聖守護神を任されたが、ウエストハム時代と続いて、やはりパフォーマンスは不安定だった。 第20節から2年前の聖守護神であるトム・ヒートンがスタメンに帰り咲き、ハートは第 2GK に序列を下げた。そのままシーズン終了までヒートンがゴールマウスを守った。2019から20シーズンはポープが復帰し、ハートはベンチ要員が続き、同シーズン終了後に契約満了で退団した。2020年8月18日、 トッテナムホットスパー FC に加入し、2022年までの契約を締結した。加入直後から第 2GK として L グループステージなどに出場。トッテナムの決勝トーナメント進出に貢献した。しかし、L ラウンド16の MK ディナもザグレブ戦のセカンド、レグに控え GK として同行したが、チームは逆転敗退し、その試合直後に自身のインスタグラムにて、 ジョブドーン、などと投稿しファンの反感を買った。これは彼のソーシャルメディアスタッフのミスであり、翌朝に投稿された動画内でハート自身が説明、謝罪を行う羽目になった。2021年8月3日、セルティック FC に加入し、3年契約を締結した。 イングランド U-19、U-21 代表を経て、2008年6月1日のトリニダード・トバゴ戦で、イングランド代表初キャップを記録。3から0での勝利に貢献した。以降は、代表に定着するも、ロバート・グリーン、デイビッド・ジェームズの両ベテランの前に出場機会に、恵まれずに2010フィファワールドカップでは、第 3GK に選出されたが、 出番なしに終わった。UEFA ユーロ2012では、全試合に出場。グループリーグを首位で通過し、準々決勝のイタリア戦では120分を、スコアレスドローで終える攻守を披露したが、アンドレアピルロにチップキックを決められ、PK 戦に敗れた。2012年11月14日に、フレンズアレナで小ラ落としとして行われた、スウェーデンとの国際親善試合では、 試合終了間際に、ハートが、ペナルティエリア外へ飛び出して、ヘディングでクリアしたボールを、この日すでに、ハットトリックを達成していたズラタン・イブラヒモビッチに、バイシクルキックで合わせられ4点目を許した。なおこのゴールで、イブラヒモビッチは2013年のフィファプスカッシュ賞を受賞した。2014フィファワールドカップでは、全3試合に出場するも5失点を喫し、チームは、 グループリーグで敗退した。続く UEFA ユーロ2016では、グループ最小失点となる2失点で抑え、グループリーグを突破したが、ラウンド16のアイスランド戦で敗れ、大会を去った。2018FIFA ワールドカップのヨーロッパ予選では、2016年10月のスロベニア戦をはじめチームが低調な時期にも、ビッグセーブを連発し、予選突破に貢献したが、 本大会直前に、クラブでポジションを失っていたこともあり、メンバーから落選した。国際 A マッチ75試合0得点。ありがとうございます。